はい、ということで緊急企画、はい、ちょっと僕らスピリング選手軍が僕が設定したハンデだったんですけど、なかなか厳しかったので、最後上田大選手から僕とガチ対決をさせていただけるということで、よろしくお願いします。お願いします。意気込みの方いかがですか？いや、そうですね、本当にまあ、ね、ガチのプレーを見たいということで僕が提案したんで、ボコボコにしたいと思います。やっということ負けられないですね。じゃあお二人の思いも背負って戦いたいと思います。しゃ、よろしくお願いします。ちなみに先行は先行が上地です。もちろんです。じゃあもう先行で終わらせばいいんだね。勝ってくれる。そうです、そうです。先行で終わらせてもちろんね。僕は今永さんで実は開幕戦、完封を、最後三島さんに連れていただいたんですね。3イニング抑えて、で、最後。最後僕は笑いを褒めるのはブロッチで今永さん全く成功にならないんで。そこを、まあ、実際価値がありますね。ありがとうございます。確かに。っていう多方面からのご意見をいただいてるんで。それはコラムさんも言いましたね。めちゃくちゃ野球やったことない人から、お願いだから通信も覚えてる。言われる。やっぱそういうのあるんですね、実際。通信も言ってる。やったことない人から、たまに連絡来て、お願いだから通信も覚えてる。通信もって言ってって言われるもんね。ガチよ。本気で行かせていただきます。おい。ガチガチよ。よし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 。体勢が、これが入ったか。やべえわ。これが入ってんじゃん。何個したのか。これが配球か。本気で行かせていただきます。おちんちゃんこれ。おい。もう勝ちでええんちゃう。今のボール球だったんですけど、もうタイミングがバッチリだったんで。あ、ゲッツ、ゲッツ、やばい、ゲッツ。いやあ、終わったわ、俺の戦いが。ゲッツ打たせようみたいなのあるんですか？今ね、狙われたわ。スプリットチェンジっていう球種が今の球種なんで、そこをうまく。お、頼むよ。マガチでネチネチ。おお、よしよしよし。緊張すんな俺。今のはバッターよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。ネチゲンスネチゲンス。いや、配球すぎる。配球してるんですよね。この配球が上手いです。上手いですよね。ネチゲンス、やばい。おお、あれ、いや、いいとこ立てすら来たな、今。すごい、これは白煙するよ。怖いな、これ。あ、大丈夫。おまあ、シングル。まあ、シングル、シングル。このゲッツーと同じ流れ。そうですね、シングルからのゲッツーなんですかね、さっき。狙ってよ。まあ、ガチケン。ネチリエンス、ネチリエンス。ガチケン。オーケー、今勝ちで。いやよし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 。でも仕掛けは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。ピヨ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 。はい。え、ありがとうございます。ええ、完璧ですよ。えすごいわ、今の2倍を。え、バチコリ引っ張らせていただきました。バチコリ引っ張らさせてもらいましたすげえ。でも攻めよ、攻める攻める、まだまだ攻めるよ。え、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 ありがとうございます。こんな勝ちか。え、やべえぞこれ。今攻めよ。いや俺攻めるよ。ガラッと変えよ。ガラッと変えよ。なるほどね。相手知ってる、相手知ってる。あれちょっと使う。ネチネチ。あ、これちゃうな。ちゃうね、ちゃうね。これちゃうね。掘れない。掘ればいい。わー、ナイスボール。めっちゃいいボール。さあさあ、どうするのか。まっすぐ行ってもいいよ、ズバッと。
おーおお、行くボールねえ。相手がうまい。外側空いてるよ、外側空いてるよ。これ絶対打てんのよ、ここは。あー、いいボールですね。うわー、投げるボールマジねえ。コース待ちながら、やるだよ、今。空いてるよ、外側がまだ。やっぱりライン上行かなあかんねん、このライン上。あっ、そうそうそう。うわー、ナイス、ソティ。いいプレー出たな、今。ちょっと分かってきたのはシングルオッケーです。そうそう、ボール、あ、ギリギリですね、今の。本当に発球が上手いですね。めっちゃいいとこ来てますよね。いい球でしたね。よし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 、変化球、キレがあります。あー、これ違うかな。やばい、よし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 、イエス。ちょっと交代しよう。本当にいいね。うわぁ、マジでマジで。今引っ張り意識してるよ、引っ張り意識してるよ、引っ張り意識してるね。アウトコース打ちました。はい、うまい。いい配球マジで。いや、まだあるよ、3点は。スライダーカットの使い方が完璧です。沢村さんでやってました。沢村さんの S で。インサイド落ちました。ふぅぅぅ、G やるな。野戦球がもういい。守備が G やったな。早っ。どこ振ったの。いやー、さあ、見てるよ。いくよ、サマス。ウケンちゃん。いやうまいな、何今の。オースティーでしたね、ファーストは。オースティー、くっそ。よし、うわー、うわー、足遅そう。うまい。もうちょっと、それ投げてください。くっそー。さあ、まず1球目。あ、初球空振りです。最近マジうめえもん、うぐい。今永さんのコントロールが良すぎて。うわ、やばいわ。もう左バッターにインコースの攻めが多いですね。結構やっぱこのゲームインコース攻めが強くて。ああ、はい。期間。よし、ここでしっかり2点取って、ゴールとさせてもらいます。やべえ。マジでね、えぐいよ。2球目は何で来るか。いいよ。あかんのよ、これ。いやー、よしよしよし。マジでうまい。いいよ、いいよ。それでいいよ、それでいいよ。それしか言わないもん。よしよし。いや、いいボール。うまい、これしてよ、もう。マキタさんの話してるよ。ははは。大丈夫です、大丈夫です。うわ、ストップ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 。お、アウトショット。おぉ、そんなことあるんだ。いや、めちゃめちゃレアパターンですよ。めちゃめちゃレア。え、絶対ないよね。あるの。そんなことある。俺ら、俺らそんなことないんだ。そんなことあるの。俺らじゃ何も言えんってこの前コメント大さんが思ってますね、これは。来ました、流れが。やばいな。引きがいいよ、引きが。引きがいいよ、今。本当、笑わなくてよったわね。平さん。え？うわぁ。シングルで、シングルで。やばい！オッケーオッケー。シンプルで、3点抑え。サージョ問題よ。ちょっとまずいな、これ。サージョ問題には問えないから。いや、まあ、抑えたら感じなんだよ。よーし、はい、つよー。ベイスターズリードで迎える最終回です。初球打ち抜けろ。広がれや、ベアゾーン。2球目打ちました。どうだ。あー、しましょう、しましょう。これ打てんの。今永選手は本当に使い方次第で、めちゃめちゃ俺引っ張り込んだら手が大丈夫かもしれない。
なるほど、引っ張り込む。引っ張り込む。オスナチン。行けろ。今後に引っ張り込んでる。弱いからやっとる。ボールカウントはノーボールワンストライクです。なっ。いやー、浮かされるわ。くるん。さあ、行こう。そう、配球とはこういうことなんだよ。代打、代打、代打。そうですね、理想的なピッチングだと思います。おっと、まあ、小宮山さん、しっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。やっぱり警戒してるんだ。しっかり落ち着いてるよ。ファウルになります。インハイ結構多いね。インハイフォーク。スパーも勝って。小宮山さん、スライド。落ちた。小宮山。うわー。ありがとうございます。ここは意識を持っていただきました。でも、まあ、でも本当に田辺さんは配球もめちゃめちゃ上手くて、いや、ありがとうございます。だいぶ苦戦しました。頑張った。ありがとうございます。どうでした、やってみて。いや、そうですね、まず打てない。僕らの仲間同士でやるやつとは全然本当に違いすぎて、いや、もうさすがだなと思いました。ありがとうございます。今田選手から見てもどうですか。いやー、守備がジークで良かったのかなあれがなかったら僕も覚えたりもしね。良かった、良かった。最後どうですか。そうですね、やっぱり最後はもうゼロはずっとついてるんで、ここは見ちゃったんですよ。もう勝ち、やっぱり水泣きというかあると思います。上茶谷さんの配球がすごい上手くて、僕も平さん本戦で結構メインに使わせてもらってるんですけど、結構参考になると思ったら、おー、ありました。はい、はい、あら、また次以降でし、上茶谷さんの配球をゲームやっていただいて、おー、参考にしてもらえたよ。まあ、平さんはね、一番知ってくれますよ。これ、優勝してもらったらね、参考にしましょう。そうそうそうですね。ヒーローインタビューとか出るよ。出るよ、それは。出るよ。はい、ということで、今回は、DNA の2選手、上田谷選手、そして今永選手に、来ていただいて、さらにスピリング選手の2人にも、来ていただいて、このチャンネルと横浜 DNA ベイスターズ公式チャンネルの、コラボ企画ということでやらせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。まずは本当に、楽しい撮影をできたことを本当に嬉しく思います。そして僕らの SP リーグの戦いも引き続き、続いていきますので、ぜひよければ DeNA ファンの皆様、プロ野球ファンの皆様応援していただけると嬉しいです。そして冒頭にもお伝えしましたが、横浜 DeNA ベイスターズ公式チャンネルの方でも、今回動画を撮らせていただいてますので、ぜひよければそちらも合わせてみてください。ということで最後にお二方に僕らに向けてのメッセージをいただきたいなと思います。まずは上園選手からお願いします。はい、まあそうですね、まあ、僕に勝てたということは優勝できるということなので、優勝できると信じてます。頑張ってください。ありがとうございます。今田選手お願いします。はい、この3選手なら必ず優勝できると思うので、スピリーグ頑張ってください。ありがとうございます。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録等々よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。